今回は東京都の式場シンフォニークルーズでのお開きの映像のご紹介です。こちらは新郎新婦から親御様へ送る手紙朗読の様子です。今までなかなか伝えられなかった感謝を伝えます。親御様へ感謝の思いを言葉にすることで改めて家族の大切さ、愛情を感じることができますね。手紙を読んだ後は新郎新婦から親御様へプレゼントを贈ります。きっと親御様にとっても宝物のような時間になったはずです。感動に包まれた結婚式もお開きへ。ゲストたちは大きな拍手と祝福の声で新郎新婦を見送ります。皆の笑顔があふれる最高の結婚式になりました。たくさんの魅力がある式場シンフォニークルーズ、非日常な空間でゲストとプライベートな時間を過ごしたい方や、青い空と観光名所などを含めた絶景が楽しめるクルーズウェディングに憧れがある方におすすめです。結婚式を挙げる際はぜひ参考にしてみてくださいね。結婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンクもしくはリアルウェディングスで検索。